家族に恵まれない子供を養育することで、本当は私たちが助けていただいている、そう体験を踏まえてお話しくださるのは、天理教上中島分教会長夫人、寺西菊代先生です。皆さんこんにちは。私は大阪市東淀川区にございます天理教上中島分教会にて里親ファミリーホームをしております寺西菊代と申します。まだまだ経験の浅い私ですが、現在活動している里親について体験を通し、その感じるありがたさを少しでもお伝えできればと思っております。私の里親についてお話をする前に、どうしても子どもの頃の体験を思い出します。私が小学校低学年の頃、当時実家の教会の会長を務めていたのが祖母でございました。当時両親が詰所の勤務をしておりましたので、私の兄弟も天理で生活しておりました。小学生の頃、ある春休みに妹と実家の教会へ帰省している時の朝、いつものように食卓へ座ると、全然知らない同じ年くらいの女の子が二人座っていました。一体誰だろうと驚きましたが、そんな素振りも見せず、その場にいた妹と私は無言のまま食事をたり、そそくさとその部屋を出ました。聞くと、祖母が匂いがけお助けをしたご家族でした。あまりにも突然のことでしたが、日頃から熱心にお助けに回る祖母の姿を知っておりましたので、私も妹もためらうことなく受け入れていました。そしてまたその年の夏休みになり、実家へ帰省しますと、住み込まれた家族の両親だけが失踪し、幼い娘二人が教会へ残されていたのです。子供心に驚きとともに悲しみというか、突然親がいなくなった姉妹のことを考えると、大きな悲しみと不安を感じたのを強烈に覚えています。それでも祖母はその幼い姉妹に対し、分かりやすく因縁の自覚と徳積みのことを噛んで含めるように伝え、また学校へ通えなくなった幼い姉妹に、元教師であった祖母は勉強をしえ、その間児童相談所への手続きを進めて、数ヶ月後に施設へ入所したそうであります。私は祖母の信仰信念に強く惹かれておりましたが、なぜ突然教会へ家族を住まわせたのか、そして親が出て行っても子どもたちの面倒をずっと見ていたのか、教会であり信仰者ではあるけれども、赤の他人に対しなぜそこまでできるのか、私は子どもでしたのでどうしても理解が難しく、恥ずかしながら質問したのです。すると祖母は幼い頃からの体験と入信から知る因縁の悟りがきっかけの一つであると話してくれました。祖母は実の母親が6歳の時に亡くなるという辛い経験がありました。その後、実母の妹が義理の母親となって育ててくださったそうであります。とはいえ、義理の母はとても優しい良い人でありましたが、やはり本心を伝えるには躊躇することも多くあり、また義理の母もそうであったのではないかと気を使う生活、実母でしか叶うことができない心の苦労をしていたというのです。見るも因縁、聞くも因縁、世話取りするのはなおのことが口癖だった祖母は、義理の因縁が深いと悟っての恩返しであり、困っている人へ手を差し伸べる姿勢に迷いがなかったのだと思います。あの頃は祖母の活発なお助けにより、教会に知らない人がよく出入りしておりました。家族以外の方との生活は体力的にも精神的にも簡単ではないことを知っています。そういう私も現在は里親をしておりますが、
しかし結婚するまでは里親についても決して身近ではなく、何もできない私には次元の違うもっと慈悲深い人のすることだと思っておりました。ある時、主人が大阪教区から一時保護委託についての案内をもらってきました。その案内を見せながら、申請してもいいかなというのです。驚いた私は、何とか止めないとと思い、まだ実施の末っ子が3歳になったばっかりです。それに上に4人の子供がいます。両親とも同居です。教会のこともありますし、これ以上私には無理ですと訴えました。ですが主人は、私たち夫婦には5人の子供がいる。だけども結婚してすぐに身ごもった子が流産をし、その後も死産や流産を経験し、本来ならあと3人は育てているはず。できるならば里親となって3人は育てさせてもらいたいと胸の内を聞きました。それでも消極的な私は、実際に一時でも共に暮らす子どもたちに果たして実子のように愛情を注げるのか不安でなりませんでしたし、自信がありませんでした。そんな私に主人は、大丈夫大丈夫と軽く言うのです。その根拠を詳しく教えてほしいと思いましたが、間もなく申請されました。結婚し、すぐに妊娠をいたしましたが、流産となりました。その経緯を少し詳しくお話しいたします。最初の子を流産し、その時に分かったことは、私の子宮は携帯異常だということでした。私の場合は、左右に2つの子宮があり、子宮口が分かれている重複子宮というものでした。それは妊娠する可能性も低く、また妊娠したとしても胎児の育つ空間が極端に狭いので育ちにくいということであります。ではその壁を取ることができればと考えましたが、もしも子宮にメスを入れれば妊娠できない体になるリスクは大きく、出産したことのない体への手術は避けたいとのことでありました。病院では妊娠流産妊娠流産を繰り返して子宮を大きくしていくしかありませんと言われました。夫婦の愛の結晶である子供が道具のようで、その場で涙が止まらず、長い時を心を落とし過ごしておりました。それでも我が子を抱きたい一心で毎日のお授け検温を欠かさず行っておりました。そうして2年が経ったある時に、主人がおじばの境内係勤務の声がかかり、私も詰所会長宅の勤務となりました。夫婦でおじばで伏せ込むきっかけをもらい、2人で神様にもたれる決意をし、不妊治療もやめました。会長宅で勤めていると、当時大教会の前会長夫人である親奥様から、夫婦そろって帯屋勤めに参拝させてもらいなさいとお言葉をくださいました。そういえば数日後、帯屋勤めが勤められる日程でありましたので、その時に夫婦で参拝させていただこうと話し合い、ありがたい親の声に意気揚々と参拝させていただいたのを覚えております。そうして1ヶ月ほど過ぎた頃でしょうか、私があまりの腹痛に寝ながらお腹をさすっていると、主人が、もしかしたら妊娠してるんじゃないというのです。結婚当初の流産の時にお腹をさすっている姿が瞬間的に重なったそうです。妊娠検査薬をすると陽性でありました。すぐに憩いの家へ受診し、大阪の病院での流産のこと、また重複子宮であることを話しました。そうすると憩いの先生は、大丈夫です、自然分娩でいけますよ、いつも通り生活してくださいと力強くおっしゃってくださり、何の疑いもなくそうなんだと普段通り過ごしておりました。そして時が経ち、不思議珍しい大きなご守護を頂戴したのです。
出産時ずっと悩んでいた重複子宮の壁を破って長女が出産しました。予定では主治医からの勧めで出産後にそのまま壁を取り除く手術を予定されておりましたが、その必要がなくなったのです。病院の先生は、親孝行な子供さんですね、まさに神業ですとおっしゃってくださいました。それから長男次男とお与えいただき、子育てにあたふたしながらも親にならせていただいた幸せを感じて過ごしていました。そして数年の時が経ったある日、教会の事情をお見せいただき、32歳で主人が会長となりました。大きな事情がありましたので、私の心の負担も大きく、お腹にいた胎児が5ヶ月まで育ちましたが死産となりました。その悲しみも例えようのないものでしたが、その後次女を出産し、再び流産、そして末っ子の三女をお与えいただきました。ですので私は実子が5人ありますが、妊娠は8度しております。本来なら子供の授からなかったところを親にしてもらえたのではないか、その節目ごとに因縁をお見せいただいたのではないかと感じるのです。当時大阪市子どもセンターの一時保護所の定員が30名と聞いておりましたが、それよりも多くの保護を必要とする子どもたちがいると聞きました。こんな私でも少しでもお役に立てるかもしれないと感じ、また主人の両親と実子の5人からの後押しもあり、委託申請を受け止めたのであります。一時保護委託の児童を受け入れながら3年ほど経った頃に、念願であった里親認定を受け、資格をいただきました。初めて長期で預かる里子ちゃんは乳児院で育ち、3歳の誕生日の翌日から我が家へ来た女の子でした。その子に対して愛情を込めて愛情を込めてと日々接する私の姿がぎこちないことないように感じていたのだと思います。長女が、お母さん、私たちにしてきてくれたことと同じように、あかんことはあかんと教えてあげたらいいやんと言ってくれたのです。なぜか心の疲れが取れたような感覚がしました。実子5人を育てている経験、それが自分の自信であったはずなのに、預かる子どもに対しその邁進した経験を見事に跳ね返されます。試し行動もさることながら、長期になるとその子どもたちの個性にも打ちのめされます。正解が分かりません。なんとか愛情を注がなければと思うのですが、可愛くないのです。血のつながりをこんなに感じたことはありませんでした。甥っ子や姪っ子ならば無償でも何でもしてあげるのに、どうしてだろうと悩みました。お道を通っているのに、私は冷たい人間なのだと自分を罵りました。悩み悩み、長年活動されている里親さんに相談すると、皆さん口を揃えて言われました。私もそうよと。えっと驚いている私に、だって里親だって腹の立つ時もあるし、イライラする時だってある。そんな時に里子ちゃんたちがいろいろすると、いつもよりも大きな声で注意してしまう。かわいくなくなっちゃうこともあるわよ。でもね、反省するの。ああもっと優しくしてあげられたらなと自分を責めてしまうものと、同じ立場になって優しく教えてくださいます。また家では主人の母が、私が行き詰まった時にいち早く気づいて励ましやアドバイスをくださいます。私の大きな一番の支えです。振り返ると、里親になる前までの子育て中でも実子に対してもそういう時があったように思います。なんならもっと厳しい時もあったのではないかと反省するのです。でもそれが母親なんじゃないか、愛情なんじゃないかなと思えると、自分を責めて悩んでいる私も母親として
一生懸命里子たちを育てている自然な感情なんだと思ったのです。そこに至るまでには時間がかかります。経験が伴うと私は思いました。里母さんならば誰でも経験することなのかもしれません。ですが必ずトンネルから抜ける日がやってきます。特に人様の子供を預かり育てるということがものすごく責任重大に感じすぎるのも当然です。ですが目指すのは家族です。里子に対して家族と分け隔てなく平等に接する、大きな事情があって本当の親と生活できない里子、実子ではない特別扱いで接しなければいけないと背伸びをしていたのはこちらであるのかもしれません。そう感じた時から私の心は何かスーッと胸が張れるようで、里子に対しても実子のように接することができるようになりました。先にお話しした最初にお預かりした里子ちゃんは当初18歳までと18歳までの委託となっておりましたが、委託後から親御さんとの面会を重ねることができ、不思議なことですが小学校入学前には措置解除となり、あれから数年経っておりますが現在も家族円満に生活されています。数年の間でしたが母親として暮らしておりましたので寂しさがないといえば嘘になりますが、幸せに暮らしていることが何よりも私の喜びであります。最近は実子から里子に優しすぎると言われますが、きっと年齢的なところもあるかもしれません。私は神様から親にならせていただき、子供を育てていく喜びを感じることができました。事情があって実親と生活できない子供たち、親のいない生活、そういった子供たちにも里親ではありますが、お父さんお母さんのいる穏やかな生活、子供として家族と共に育っていく実感をしてほしいと感じました。またこれが私の大きなご守護をいただいた恩返しなのかもしれないと思ったのです。お母さんのご飯あったかくておいしいと言われると涙が出ます。いつもありがとうと言われるとお母さんからもありがとうと言います。実は先日里子の一人から突然嬉しい手紙をもらいました。少し読ませていただきます。菊代お母さんへ、いつもありがとう。洗濯物やおさらい洗いいろんなことありがとう。大好きです。お母さんみたいな優しくいろんなことをできる人になりたいです。いろんなことできるようになりました。もっといろんなことを手伝ったり頑張ったりしていきたいです。これからもよろしくお願いします。本当に嬉しくて披露いたしました。これまでも同居している主人の母をはじめ、実子も同じように里子に接し、まるで兄弟のように暮らしています。大道の家庭で暮らすことのありがたさは、神様の教えを聞き心を陽気に互いに立て合い助け合う毎日、それがお道の家庭にあると思います。里子はそういった場所が最も先々幸せへとつながるのだと夫婦で話し合います。私が幼い頃に見てきた祖母の姿、そして因縁を自覚した信仰の話は今も私の心に残っていて、何かことがあるたびに思い出されます。預かる子どもたちを通して、この子も神様からお与えいただいたご縁と感謝申し上げ、試行錯誤しながらも穏やかに暮らしていく中に感じることは、この子たちを通して実は私たちが助かっている、一緒に接する実子たち、私たち家族が助かっていることを実感するのです。これからも明るく楽しく家族仲良く通らせていただきます。ご清聴ありがとうございました。さまざまな事情から親と暮らせない子どもたちが全国に約4万2000人います。
その子どもたちに安全で安心できる温かい家庭を提供し、共に未来に向かって歩む、それが里親家庭です。私に足りなかったものを与えてくれて、何より温かい愛情で育て支えてくれたことに感謝しています。出会えてよかったです。今までずっと私のことを優しく温かく我が子のように育ててくださったことを感謝しています。お父さんお母さん、17年間育ててくれてありがとう。いつまでも元気でいてね。子供たちには全てを受け止め、愛情いっぱいに寄り添ってくれる人が必要です。子供たちの未来のために里親になりませんか？天理教里親連盟。